はいどうもじゅんじゅんです。ということで今日は7月に買って良かったもの5選紹介していきたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、買って良かったものシリーズ7月バージョンということで、7月は主に Amazon プライムがあってね、まあ結構多くのものを買った人がいるんじゃないかなと思うんですけども、今回はね、自分もアマプラのものを含め紹介していきたいと思います。ということで第5位がこちらの電源タップになります。まあパッと見普通の電源タップなんですけども、これはですね USB Type-C と Type-A が挿せる電源タップになっております。まあそのため直接こうねコードをぶっ刺してスマホの充電ができるといったねタップになってるんですけども、やっぱり今まで自分ね、こういった充電器を一度コンセントに挿して、でその上からこうね USB ケーブルを挿して充電していたんですよね。やっぱりこうなってくるとタップの部分からなんかちょっとどでかいものがはみ出たりとか、見た目的にも良くないですし、まあ、たまに邪魔になったりもするわけなんですよね。でまあ今回これをね導入したことによって直接ねこう抜き差しができるため、割と見た目がすっきりとミニマルに見えるんじゃないかなと思います。値段もそこまで高くなくてですね、自分が買ったのは2メーターのもので約2000円くらい、1メーターとかだと1900円くらいで買えるので、そこまで値段も高くはないかなと思います。でまあこういうのってね、アンカーのものが結構有名で、まあこういった商品があるんですけど、やっぱりちょっと値段が高いんですよね。だいたい3000円から5000円ぐらいするんですよ。電源タップに5000円はやばくねってなったんで、まあなるべく安めで、で評価のいいものを今回は選んで買ってみました。全然ね使い心地も良くて満足しております。まあこれをね、もうちょっとサイズ大きめというか、コンセントが結構いっぱい刺さるものを買うと PC 周りの配線とかもね一気に多分スッキリすると思うので、 PC 配線周りで結構こういうね充電器コンセントの方に刺さってますっていう人は、ああいうね電源タップを買うことによって幅を取るものっていうのを減らせるんじゃないかなと思います。ってことでお次、ということで第4位紹介していくのがこちらになります。こちら大阪の CIO というメーカーが作っている、これまた配線系にはなるんですけども、ノバポートデュオという充電器になります。こちら2ポート付き 45W 出力になってまして、コンセントとかは出し入れできるタイプになってまして、めちゃめちゃコンパクトなね充電器としてかなり最近も話題になっております。自分が Amazon プライムで紹介したのはこれの 65W バージョンなんですけど、ちょっと自分の環境下では 65W のものあんま使わないなーって思って、まあ、今回 45W のものを購入してみました。 65W ってね、まあ、PC の充電とか、あと最近ね 60W とか 100W で充電できるスマホが出てきたりしてるんですけど、まあ、そういった充電なら適してるんですけど、 iPhone 充電しますとか、あとマウスとかキーボードをね充電しますっていうんだったら 45W で全然いいのかなと思います。かなりサイズ感もコンパクトでして、こっちがねちょっと古めなんですが、アンカーの 30W 出力のものになってます。まあこうサイズ感比較してもらってもねかなりわかると思うんですけども、1ポート 30W のものに対してこっちの方が2ポートあって 45W 出力のものになってますので、かなり使いやすいものになってるかなと思います。まあ、ただね最近ちょっと自分ね iPhone からAndroid に乗り換えようかちょっと迷ってまして、正直 iPhone よりも Android の方が性能がいいっていうのはちょっとだいぶ前から分かってたことで、いやでも iPhone 使いやすいしな、バッテリー持ちいいしなっていうのを考えてたんですけど、ちょっと最近 Android 欲が湧いてきてね、 Android って割と 30W 充電とか40W 充電みたいなのが結構当たり前になってきてて、で iPhone の方は 15W とか 20W ぐらいなので、まあだいぶその辺もね iPhone 負けてて、この充電器使うんだったら Android でもいいなーって風に最近思ってたりします。まあちょっと雑談でした。お次行きましょう。ということでお次第3位紹介していくのがこちら。まあこちらはゲーマーの中でもかなりマニアックなんですが、コアパッドというメーカーから出ているマウスソールになります。2つ前ぐらいの動画でも紹介したんですが、ここの中にはですねスティールシリーズのエアロックス3っていうマウス用のソールが入ってます。まあそれをね自分は別のマウスにこう貼り替えて使ってるんですけども、形はねこういった結構大きめの丸型のソールになってます。丸型ソールのね物理的なメリットに関しては他の動画で紹介しているので、まあ、ぜひそちらの動画を参考にしていただければと思うんですけども、まあ、コアパッドのねこうマウスソールの滑り自体かなり好みでして、まあ、初動が早く割と止めも効きやすいってことでね、結構頻繁にコアパッドのものを使ってるんですけども、まあ、それの丸型ソールってことでねかなり
結構自分の中では気に入っております。まあちょっとね、なくならないうちにいくつか買いだめというかストックしておこうかなってぐらいちょっと気に入ったものになってますので、まあ、今回第3位として紹介させていただきました。ただですね、AirLock 3以外のマウスに貼る際は、マウスのね、こう、ソールを貼るガイドとかをヤスリとかで削らなきゃいけなくなるので、ちょっとね、まあそういったカスタムというか改造をしてから貼らなきゃいけないものにはなりますので、ちょっと購入する際はご注意ください。詳しくは2つ前ぐらいのマウスソールのティアリストの動画を見ていただければと思います。ということでお次第2位ですね。第2位はこちら、ディスプレイボードになります。スプレイボードって何かっていうとですね、こんな感じでモニターの裏に引っ掛けて、まあ、ちょっとした棚というか物置みたいな感じで使えるボードになっております。普段はこんな感じでね、フィギュアとかイヤホンとかね、あと財布とか、まあ割とすぐ使うものだったり適当に飾りたいものなんかをですね、この上に乗っけて使っております。値段もね、めちゃめちゃ安い、1400円ぐらいだったかな。モニターライトみたいな感じで本当に後ろに引っ掛けるだけなので、何かで粘着しなきゃいけないとか、なんか工具で取り付けるなんてこともないので、めちゃめちゃ使いやすいし、取り外しとかも結構簡単にできるようなものになっております。レビューの方にね、曲面モニターもいけるって書いてあったし、あと分厚すぎなければテレビの上とかにもね、つけることができるので、1個持っといても損はないんじゃないかなと思います。まあおそらくね、綺麗好きの人もいると思うんですけど、机の上にね、物を散乱させちゃう人いると思うんですよ。自分もその中の一人だったので、まあ今回ね、これを買って使ってるんですけども、マウスとか充電ケーブルは、まあデスクの上に置いておいてもいいと思うんですけど、財布とかイヤホンって、まあ、割とこう毎日外に出る人とかは割と使うんだけど、デスクの上に置いておくとちょっと邪魔みたいなものあるじゃないですか、まあ、そういうのを一旦こうモニター上に避難しておいて、まあ、すぐ手に取れるようにしておくっていうことができるので、個人的にね、まあ第2位としてかなり簡単に取り付けられるしで、結構気に入ってるアイテムになります。まあぜひちょっと机の上がねごちゃになってる人は購入を検討してみてはいかがでしょうか。お次ということで、ラスト第1位紹介していきましょう。こちらになります。ということでラスト1位はですね、こちらフレッキシースポットから登場しているモニターアームになります。これね、シングル用のモニターアームでして、自分がね、アマプラの動画で紹介したものになります。ちょっと机の上がめちゃめちゃ傷ついてるのは気にしないでください。なんかヤスリでこの塗装を削れるかなって思ったら案外削れなくて、若干木がむき出しになってるっていう感じでね。見た目すごいみすぼらしいんですけども。まあ、それは置いといて。このモニターアームね、フレッキシスポットっていう電動の昇降式デスクとかを作ってるね、メーカーが出しているモニターアームなんですけども、アマプラで紹介しつつ、自分もね、実際に購入してみました。で、コメントもね、くれた子いたんですけども、出元がちょっと怪しかったんですよ。エルゴーショップってとこから発売してて、で、公式のね、ホームページだとこいつ9000円ぐらいで売ってたんですけど、Amazon だと4500円でクソほど怪しかったんですよ。で、いろいろ調べたところ、どうやらそのエルゴーショップっていうのがフレッキシスポットの親会社みたいな感じでですね、取り扱っている会社でして、まあ、そこが Amazon で販売してるようなものになってるそうで、コールセンターとかへのこう電話番号も、フレッキシスポットのホームページに載ってるものと一緒だったので、まあ、結構信頼性はある状態で自分はね、購入しました。で、実際どうだったかっていうと、まあ、若干こんな感じで、傷というか汚れみたいなのありました。でもね、多分これはね、フレッキシスポットで9000で買ってもね、多分同じことが起きる気がする。普通にフレッキシスポット自体中国のメーカーなんですけど、ちょっとね、国産じゃないメーカーだと、割と傷があるものって多いので、まあどこで買ってもこんなもんかなって感じには思っております。まあ、半額で買えるで、これだけの適当な傷であればね、まあ自分は許容できるかなって思っております。で、自分がね、結構押せるポイントが、まずここの土台の部分が割と小さめなんですね。まあ、本当は多分大きい方がいいと思うんですよ。安定感とか求めるならば。土台がね、大きければ大きいほど、こう揺れが少なくなったり安定するっていうのはあると思うんですけども、自分はね、割と見た目の方を重視してしまうので、まあ、これだけ小さいとですね、まあ、マウスと比べてもマウスよりも小さいぐらいですね、土台が小さくて、こう机の幅を取ることがないんですよね。なので、まあ、見た目がまずスタイリッシュに見えるっていうのが一つ。なおかつアームとかもですね、割と細めです。こんな感じで。まあ、そのため、まず見た目がね、すごいこう邪魔をしない、幅を取らない見た目をしているので、まあ、結構その点は気に入っております。で、動き自体はね、まあ、そこまで硬すぎず柔らかすぎずって感じで、割
割と滑らかに動きます。見た目もね結構ミニマルなものになってますので、個人的にはね、まあ、第1位として割とおすすめできるかなと思います。ということで今回は7月に買ってよかったもの5つを紹介させていただきました。まあ、基本的には Amazon プライムで、まあ、数百円とか安く買ったものたちにはなるんですけども、まあ、全部ね5000円以下、なんならなんか 2,3000 円で買えるものがまあほぼほぼなので、結構ね手に取りやすいものが多かったんじゃないかなと思います。多分一番ね誰でも取り入れやすいのはディスプレイボードとかになると思うので、まあ、ぜひね机の上がさっぱりするのでね、気になった方は概要欄の方から飛んでみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が参考になった方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。